これは逆転ケーブルの配線の方法ですね。通常ここですね、ここ今 X なんですけど、ここ通常赤を止めるんですけど、ここを白、X に白、それ Y に赤ですね。そう止めますと逆回転が逆になります。それ赤を Y ですね。こんな感じに止めます。こうすると逆転させれます。これで逆転ケーブルが作成できました。でこっちがプラグ、それこっちがコンセントですね。もしなんか外から仕入れてきて仮に動きたい、動かしたいような電気機器があった場合に、もし逆に回ってしまった場合、これを間に入れれば 逆転します。配線を変えるより非常に楽にテストできて便利だと思います。まあ、酸素を扱う人はこういう簡易的な延長ケーブルですね、そういうものを作っておくといいと思います。